ラマト・ダビド空軍基地は、イスラエル航空宇宙軍の空軍基地であり、テルノフ空軍基地、ネバティム空軍基地と並ぶ、イスラエル空軍の主要な三大基地の一つとされる。イスラエル空軍第一航空団の飛行隊が、所属する。日本語表記については、ラマト・ダビット、ラマト・デビット、ラマト・デイビット、など、いろいろな表記が見られる。イスラエルの北部地区、 ハイファ市の南東、エズレル平野のメギドに位置する。ICAO は LLRD である。ラマトダビド空軍基地は1942年にイギリス移民島治療パレスチナに駐留するイギリス空軍の空軍基地として設置された。1948年の第一次中東、戦争時からイスラエル空軍の基地となった。 1956年の第二次中東戦争では、イスラエル空軍、フランス空軍、イギリス空軍が共同戦線を張って、スエズ運河を国有化したエジプトを攻撃したが、この時、フランス空軍のミステール戦闘機部隊が、ラマト・ダビド空軍基地、ロット空軍基地を拠点として行動した。1973年の第四次中東戦争時には、シリア軍が、 ラマト・ダビド空軍基地に向けてソ連製のフロッグミサイルを発射した。1981年に実施されたイラクの原子炉への攻撃作戦では、ラマト・ダビド空軍基地所属の第110飛行隊、第117飛行隊の F-16A 戦闘機がエーラート近郊の S4 空軍基地から離陸し攻撃を行った。現在のラマト・ダビド空軍基地には、 F-16C、D ブロック30バラク、ブルキット戦闘機を装備する3つの飛行隊と AS-565 パンサーを装備するヘリコプター部隊が配備されている。2010年にはラマトダビド空軍基地はイスラエルで2番目に要因数の多い空軍基地となった。ありがとうございます。